域の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響きスタイル。本日の担当は徳井沙羅です。さあ今日私がチャレンジするのはこちら、じゃじゃじゃーん、目指せ麻雀マスターモーパイ大特訓、イエーイ。あの私趣味麻雀でございまして、小学校の頃とかに家に麻雀のなんかゲームボーイのゲームがあって、それでずっとやりだして、そっからもうずっと麻雀は主にゲームでですけどやっていまして、でもねまだモーパイができないので、モーパイって何かっていうと、こう麻雀のこの牌をこうやって指で触ってそれが何の牌か当てるっていう競技なんですよね。やっぱそれができるとやっぱ箔がつくしかっこいいっていうのがあるので、ちょっと私はねできるようになれたらいいなと思いまして、今日はリクエストさせていただきました。じゃあちょっと今日はですね、この何個かある麻雀牌の中から合計で5個モーパイに成功することができたらクリアでございます。でもし失敗したら2個失敗ごとにモノマネをしなくちゃいけません。何のモノマネしようかな。じゃあまあとにかくやっていこうと思います。スタート。そうですね、まずはじゃあこれ、全然わかんない。でもこんななってるのある？こんななってんのある？トン！パワー。なるほどね、この斜めはこれか。そっか、そういうことか。トンのこういうのかなと思った。8ね、なるほど。じゃあ続いてこれ。うわ、これがねすごい細かい、細かい気がする。どこを触るのか、やっぱ周りから触ってった方がいいのかな。これすごいよ、もしかしてイーソーとかじゃないね。イーソー、じゃん、キューピン。全然違うじゃん。どうやって、わかんないよ。なんかじゃあ2個なんでモノマネ、上位3人の横にいつもそばにいて優しく来た人に声をかけてくれるポケモンのラッキーじゃあ続いていきます。これ、あ、これはね、いやこれもやっぱ棒があるってことはマンズの可能性が高い。いや2かな1かな、どっちだろう。どうやって判断したらいいんだこの2か1かっていうのは。やんわん、おお、やったー。じゃあこの調子でどんどんいきます。じゃん、あ、これは、待って、やばい、釣りそう。どうやって触りたい、どうやって触ったらいい。あ、人差し指の方がわかるかな。めっちゃあるな。棒めっちゃある気がする。1本2本、多分2段になってるから両層パー層ぐらいでも端にもあるから小層ではないと思うんだよね。そう、あー、惜しい。じゃあ続いてこれ、ちょっともう指が釣りそうだからさ、こうやってやる。あ、すごいよこれ、すごいややこしい。あ、来た、チーソー。お、やったー、イエーイ、嬉しい。あー、すごい。なるほどね、ちょっと読み方が分かってきたかもしれない。じゃあ続いてこれ、いやもうね親指じゃ全然わかんない、人差し指のがいいわ。ピンズではなさそうな、でもかといってソーズかと言われたら違うような気もするし、あ、自敗も入ってるよね。なん、パーソー。いや難しいよこれ、やっぱ難しいね。真ん中がツルツルか、それちょっと読み取れなかったわ。じゃあ2個か、2個、サトシーって呼ぶときのピカチュウ、ピカピー。続いて、これ、これなんだ、すごい隙間があって、トン。
むずい。じゃあ次はこれ。うわめっちゃこれややこしいよ。これすごい全面プリントですよ。鳥ちゃん。おお正解。イエイエイエイ。さあというわけで思ってる時間がかかりそうなので、モーパイ全編ということにしたいと思います。ありがとうございました。果たして5個クリアできるのか次回もお楽しみに。というわけで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していくのでぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。毎日チェックしてください。今日の担当は徳井それでした。次回もチェックチューブ。